おはようございます。おはようございます。まだ雪が大変なのに頑張って来てくれて素晴らしいですね。アブラハム契約の話をまだ続けてるんですけど、ちょっと脱線して、今日はこういうタイトルで話したいと思います。また多分来週から復活します。今オリンピック、今日までかな。そうなんです。結構見てますか皆さん。本当？ああ私はあんまり夜は見てないです。朝になって結果とハイライトだけ確認するみたいな。羽生結弦くんが金メダルを取りましたね。すごいね、本当に19歳ですごい、日本中の人に本当に感動と勇気を届けてくれた素晴らしい偉業を成し遂げたと思います。浅田真央選手は、6位でしたね。でちょっと結果としては残念でしたけども、最初のショートプログラムであまりうまくいかなくて、で、2日目のそのフリーではすごくいい演技が、自己ベストが出た。で6位だったけれども、とってもなんかさっぱりした顔をしてたような感じがしましたね、インタビューを見ると。で4年前のオリンピックでは真央ちゃんは銀メダルだったんですね、キム・ヨナちゃんさんに負けて。でその時の方がもう悲痛な表情をしてましたね。銀メダルってすごいと思うんですけど、だけど全然嬉しそうじゃなかったですね。今回の方がもっと、吹っ切れたような感じがしました。それは最後に自分の、納得のいく演技ができたからっていうようなことを言ってましたね。羽生結弦君は金メダルだって分かった時にあるインタビューで答えていたのは、最初に感じた感覚は嬉しいじゃなくて悔しいでしたって言ってました。金メダルもらったけど自分の納得の演技ができたとはちょっと言えなかったところが悔しかったって言ってましたね。まあ、でも表彰台ではやっぱり金メダルと喜んでて、すごく良かったなと思いましたけどね。でなんでこんな話してるかっていうと、アスリートの方々、特にオリンピックを目指すような方々は多分2つのものを追い求めてるんだなっていうふうに思うんですよね。それは勝つこと、メダルを取ること、期待に応えること、人から評価されること、それをすごく求めてる。で一方で自分らしくあること、自分の納得のいく演技とかパフォーマンスができるということ、この2つのものがすごく彼らにとって大切で、で一番いいのはこの両方とも取れることなんだと思うんですけど、なかなかその両方が伴うっていうのはなかなか難しいんだなって思いますよね。でよくその試合前のインタビューとかを聞いていると、勝ちたいですかとか、金メダルを取りたいですかとか、あのライバルに勝てそうですか、勝ちたいですかって聞かれると、それはもちろん勝ちたいですけど、金メダルも欲しいですけど、でもそれ以上に自分の演技ができるように、自分の演技に集中したいっていうようなコメントをよく、フィギュアスケートの選手なんかは、選手の方々なんかはね、言ってるのをよく聞きます。メダルは欲しいけど、メダルを取るためにはまずその人との比較、ライバルがどんな点を取ったかとか、どれほどの期待が自分にのしかかってるかとか、そういったことから一旦心を離して、そこから降りて自分自身が自分らしくある、自分が一番、美しいと思える自分になれるっていうところにフォーカスしなければ、そのメダルもついてこないっていうような、だからメダルは欲しいけど一旦そこを忘れたいって思うんだけど、でもやっぱりメダルが欲しいみたいな、そういうジレンマの中に多くのアスリートがいるような感じが、オリンピックを見てるとします。もちろんね、例外はあって、もう露骨に金メダルを取りに行くっていう、そういう感じの人もいますけども、多くの人がこの2つのものの、狭間でこう揺れ動いてるような、そんな感じがします。で、ちょっとまだ導入の話が続くんですけど、今日は何人かのアスリートを紹介しながら話をしていきたいんですけどね、
このですね、例えば羽生くんとかは、まあ、自分の才能とものすごい努力と精神力とで本物の金メダルを取ったわけですけども、偽物の金メダルっていうのもあるわけですよね。それは最近すごく問題になっている問題で、ドーピングの問題。先月のクローズアップ現代という NHK のドキュメンタリーの番組では、最近このドーピングの手口がものすごく複雑化していて、摘発するのがすごく難しいっていうふうに言ってました。で、しかもそのドーピングっていうのはですね、選手が一人で、これをやろうと思ってやるわけじゃなくて、もうそのチームぐるみ、お医者さんとかも含めて、もちろんここにいるお医者さんはそんなことやってないと思いますけどお医者さんとかも含めてチームぐるみでどうやったら摘発されないかっていうことをもう綿密に計画をしてやるわけですよね。だから本人が辞めたいと思っても辞められない、うん、で本人が、いい結果を出せばチームがものすごい、利益を得るというそういう構図があって、恐ろしい。で、すごく今それが問題だと、スポーツの世界が非常に危険にさらされてるっていうようなことがクローズアップ現代でやっていたんですけど、その時に出ていたのがこのドーピングをやっていた選手、ちょっと出して申し訳ないんですけどね、元プロ自転車選手のタイラー・ハミルトンさん、ツール・ド・フランスでもすごく、活躍してましたし、2004年のオリンピックでは金メダルも取ってますね。しかし、長年にわたってこのチームぐるみのドーピングをやっていた。で、それを2011年ぐらいになってようやく全てを、ね、告白したんですよね。で、本も出して全部赤裸々に自分のやってきたことを、書いた本を出してるんですけども、で、ね、ようやくそのことを全て告白してやっと自由になれたってね、いうふうに、そうだろうね、言ってるわけですよね。で、そういう、告白できたってことは素晴らしいことだし、良かったなと思うんですけど、しかし、アスリート時代に持っていたその栄冠は全て剥奪されてしまった。で、その番組の中で、この人が言っていたのは、実際に本人が出ていたんですが、ツール・ド・フランスに出たい、オリンピックにも出てみたい、一度でいいから経験してみたかったのです。そのために自分の誇りを捨てました。つまり自分らしくあるっていうさっきの一つの側面をもう捨てたと。勝つためにもう一つ、ドーピングをする前は純粋に自転車レースが大好きな青年でした。自分で言ってんだよこれ。結果が出なくてもそれもまた人生と思っていました。しかしドーピングにどんどんハマっていくと勝つことだけが全てになっていきました。勝つこと、栄光というものに執着する、それをあまりにも追い求めてしまったその果ての姿、極端な姿がこういう姿になってしまうわけで、本人も後悔をしているわけです。で、ここには2つのその、対比があって、まあ、羽生くんが得たのは本物の金メダル、でも彼が得ていた金メダルはそれは幻の金メダル、それは虚構だったわけです。その時は誰も気づかなかったけれども、しかしそれは本物ではなかった。ここに嘘の栄冠と本物の栄冠という対比がある。で、こういうですね、しかしジレンマ、自分らしくありたいという気持ちと、一方で評価とか結果とか栄冠が欲しいっていう思いの間で揺れ動くっていうのは、これはアスリートだけではない、オリンピック選手だけではない、彼らが特別じゃないですよね。私たちも日々の生活の中で、仕事でも学校でも、また友達関係の中でも、やっぱり自分のその結果が認められたいし、人からの評価が欲しい、また人との比較の中で生きていて、人に勝ちたいという思いがある、まあ、カウンセリングの、ね、用語でパワーゲームっていう言葉がよくありますけども、いつも私たちはパワーゲームをしてるんですよね。非常に親しい友人の間とかでもやっぱり自分と相手を比較したりしている、そういう私たちのこの差がっていうのはあるわけです。しかし一方で自分らしくありたいっていう気持ちもある。で、本当にいい結果を出すためには、一番素敵な自分になるためには、
その人との比較から自由になって自分自身の道を歩むことができたらっていうふうに自分みんな思うんだけど、なかなかそれができないっていうようなジレンマをみんな持ってるんじゃないでしょうかね、うん、でそういうジレンマの中で頑張ってるのに報われないなとかね、あるいはまあまあの結果出してんだけどなぜか充実感がないなとかね、私は最初に勤めてた会社で、まあ、自分で言うのもなんですけど、まあまあ評価良かったんですよ。でも充実感全くなかったですね、だって自分のやりたい仕事じゃなかったから、だからすごくそういう感じだった。であるいは人と他人との競争や比較に疲れたなっていう気持ちが出てきたり、でそうすると今度は結局何のために生きてんだろう、何を目標にして何を目的にして生きてんだろう、で最後は自分は生きる価値があるのかっていう、そんな問いまで出てきたりする。でこういうのは一般人でもそうだし、多分オリンピック選手でもそうだし、みんながその人生の中で一度は通るような、あるいは非常に長く苦しむような、そういう、ジレンマ悩みではないかと思います。そんなあなたに聖書がどんなメッセージを送っているのかというのが今日の、ポイントなんですけども、今日の大きなポイントは一番最初に出てきた題、朽ちない金メダルを目指して生きるという題、それが今日の、まあ、ポイントであり結論なんですけど、3つサブポイントがあって、1つはこの一つ一つをですね、後でもう少し御言葉を開きながら見ていきたいと思いますが、あなたは特別な存在なんだということをまず確認したいと思います。それはあなたがどんないい結果も出せなくても、どんなすごいことができなくても、オリンピックに出れなくても、あなたというその存在そのものがどれほどに価値があるかということをもう一度確認したい。で、これは教会とかあるいはクリスチャンの間でよく言われることなんですけども、しかし口では私たちよくそう言うんだけど、なかなかですね、心の奥までそれが浸透するまでには時間がかかるんですよ。なので繰り返し繰り返しこのことを確認していきたいと思います。二つ目は、あなたには特別な賜物が与えられている。何もできなくても、どんな結果も出さなくても素晴らしいんだけど、しかし一方であなたには素晴らしいプレゼントがたくさん与えられてるんですという聖書のメッセージを見ていきたいと思います。賜物っていう言葉が何を意味するのかっていうことも見ていきたいと思います。さあ3つ目は、で結局私たちはどこを目指して走るべきか、人からではなく神様からいただく栄冠を目指して走ろうじゃないかという結論に最後持っていきたいと思っていますが、まず一つ目、聖書はあなたが特別だと言っている。で、それそういうメッセージを私たちに伝えている聖書箇所はたくさんあるんですけど、今日は私の特に好きな、御言葉を持ってきました。イエス様の例え話の中にこの有名な話がありますね。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。イエス様は一人のために旅に出てくださる。一人のために危険を顧みず探しに出てくれる方なんだ。私はそういう牧者なんだよ、ということをイエス様は私たちに語っているんだと思います。時々私たちはイエス様は全人類のために死んだんでしょっていうふうに集合的に捉えちゃうんですけども、神様は全人類というその集合体として愛しているのではなくて、もちろんそれもあるんですけど、一人一人を個人的に愛してくださっている。だからもし世界中に罪人があなた一人だけだったとしても、きっとイエス様はあなたのために同じことをしてくれただろうというふうに
いう人がいますが、私もそう思います。なぜかというと、まさにこの例え話で語られていることはそういうことだと思います。99匹いればいいじゃないですか。何も1匹のために危険を冒して旅に出る必要ないじゃないですか。だけどイエス様は1人のために来るんだよっていうふうに語っていらっしゃるんじゃないでしょうか。ここにあるのはよく言うナンバーワンじゃなくてオンリーワンっていうね、言葉がありますね。スマップの歌で流行りましたけど、世界に一つだけの花っていう歌がありましたね。大ヒットしました。それはもともとあなたは特別なんだ、そして自分の花を咲かせることだけに一生懸命になればいいっていう歌詞で、大ヒットしたんですけど、それはまさに聖書が伝えていることなんですね。で、なんであの歌があんなにヒットするかっていうと、この競争社会の中で結局私たちはそれを求めてるから、あなたはオンリーワンなんだよ、それでいいんだよっていうメッセージを心の底では本当に求めているから、あの歌詞が多くの人の心に届くわけでしょ。で、あの歌がヒットした時に私は、あ、これいいなって思いましたけど、一方でちょっと悔しかったですね。なぜかっていうと、このメッセージは何千年も前から聖書が私たちに語っていることなんですよ。なのになぜか人々は聖書には耳を傾けないで、スマップが歌ったらなんで大ヒットすんのっていうのが、まあ、ちょっと悔しいところでありますけど、しかし、それはまさに神様が語っておられる。あなたはあなたの花を咲かせればいい。それが聖書のメッセージです。二つ目、あなたには必要な賜物、あなたがあなたらしく生きるために、またあなたが神様から与えられた使命を果たすために必要なものは全て与えられています。で、賜物っていうふうに言うと、よくクリスチャンの間では才能のことだっていうふうに捉えられることがよくありますが、才能だけではありません。才能もあるし、あるいは能力、財産、機会、人間関係、影響力、権力、環境、ありとあらゆる私たちの人生で私たちに与えられているものが賜物です。ギフトです。英語で言うとね、ギフト。神様が私たちにギフトを与えてくれている。これが与えられてない人は一人もいません。みんな何かをもらっています。で、聖書ではこのペテロっていう人が書いているのは、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように、アーメン、という言葉がありますね。みんな賜物を受けてんだよと。で、人と比べる必要もなくて、あなたはあなたの賜物を使って自分にできることをしなさい。何をするかっていうと、神と人を愛するという、神と人に仕えるという目的のためにそのことを使っていきなさい。それはもちろん、生活の糧を得るために仕事をしている、その仕事を通してもそういう態度でそれをしなさい。あるいは趣味でも何でもそういうことを、そういう気持ちでそれをしなさいというふうに言ってるわけです。しかし、その時に人と比較する必要もないし、プレッシャーに感じる必要もないんです。なぜかというと、この 1,2,3,4 行目に書いてあるように、神が豊かに備えてくださる力によってしなさいって書いてあるわけですよね。つまり、そのあなたに与えられた賜物を効果的に使うことができるように力を与えてくださるのも神様なんだよっていうことですよ。神様が助けてくださるから、あなたはそれを本当にいい形で使っていくことができるんだよっていうふうに言ってるわけです。で、それを使うその究極的な目的は何かっていうと、この最後の黄色の部分で、それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。
というふうに言っている、うん、私たちの賜物を使うその究極の目的は神の栄光をが現れる、そのことのためにそれを使いなさいというふうに言ってるわけです、そして3つ目、じゃあ私たちはどこを目指すのかというと、そのもちろん先ほど言ったように神からの神の栄光を表すということが目的なんですけども、その結果何を私たちは受けるのかというと、神があなたに特別な金メダルを用意しているんですよというふうに言ってるわけです。で、冒頭で私はこの世の金メダルの話をしました。で、この世の金メダルには嘘の金メダルもあるし本物の金メダルもあるっていう話をしましたけど、でもどちらもいずれにせよ朽ちていく金メダルなわけですよね。で、これはですね、一応誤解のないように断っておきますが、別にそのオリンピック選手とかそこで金メダルを取る人たちを侮辱してるんではなくて、また彼らがやっていることが意味がないって言ってるわけじゃありません。もちろん、彼らは本当にたくさんの勇気や感動を与えてくれる素晴らしい仕事をしているわけですけども、今言いたいのは、聖書はさらに違う次元で私たちには、朽ちない金メダルが用意されているんだ、で、それを目指して生きるという別の生き方があるんだということです。で、聖書では、これはですね、パウロという人が、この文脈はですね、パウロが自分をいかに律するか、自分を律する自制というものを、いかに持っていくかということを強調するしている場面です。その大切さを述べている、そういう文脈の中で語っていることなんですけど、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです、っていう言葉を言ってるわけですね。で、勘違いをしちゃいけないのは、これはですね、どうやって救いを得るかっていう話をしているわけではないんです。賞を受けるために走りなさいって言ってるのは、天国に行けるために頑張れっていうふうに言ってるのではないということをまず理解する必要があります。パウロは、いつも言ってるように、救いは行いによらない、人間の努力や頑張りによらない、つまり天国に行くのはそれは神様からのただでもらえるプレゼントなんだよって言っているわけです。じゃあここで何を言ってるかというと、天国に行けることはもうすでにそれだけで宝くじに当たったような、宝くじに当たったどころじゃないぐらいの、ものすごいことで、もうすでにそこでそれだけでもすごいんだけれども、しかしその上に神様は私たちのこの生き方に従って、さらにその上に追加のプレゼント、追加の報酬を用意しておられるということも聖書は言ってるんですよね。私たちが天に行くときに、神様が私たちの生き方に従って私たちに報酬を用意してくださっている、何も報酬がなくてももちろん天国に行けるだけで素晴らしいんですよ。だけど、私たちはさらに、私たちの努力に神様が報いてくださるという、そういう面も聖書は語っているわけです。で、その神様がくださる栄冠というのは朽ちないんだよ。この世のどんな素晴らしい富も金メダルも冠も全て朽ちるんだよ。だけど天で私たちが与えられるその冠は、それは永久に朽ちない、それは永久に残る報酬なんですよというふうに言っている。だから、このパウロは、私はそれを得るために全力を尽くすんだというふうに言っているわけです。賞を受けるのはただ一人だということを知ってるでしょって言ってますけど、これは全人類の中で金メダルをもらえるのが一人だけって言ってるわけじゃなくて、オリンピックでも金メダルをもらえるのは一人だけですよね。で、出場者全員が金メダルをもらえるんだったらそんなに頑張らなくていいわけですよ。一
人だけだからみんな本当にね努力して頑張ってやるわけです。で私たちもそんな気持ちで、歩みなさいって言ってるわけです。でその金メダルっていうのはあなたのために用意された唯一の金メダルなんです。他の誰でもないあなたという人があなたらしく、そしてあなたが精一杯神様の栄光のために生きるときにあなたが天で与えられる金メダル、それがあなたを待っている。だからそれを得られるようにそういうつもりでこの人生を走り抜けなさいというふうに聖書は言っているわけです。さて、最後にこのですね、ある、まあ、こういう話をしているとどうしても紹介したい人がいるんですけど、一人のアスリートを紹介しますが、この人は誰だか知ってますか？佐藤五輪。お、さすが、年齢が やっぱり年季が違う。その時は札幌五輪1972年、わおの時はこんな感じではじけてましたね。ジャネット・リンさん、フィギュアスケートの選手でした。金メダル確実って言われたんですね。当時ではもう最高レベルの演技ができるという評価を得ていた実力者です。で彼女が得たのは銅メダルですね。銅メダルで、銅メダルだったのに当時のそのフィギュアスケートの競技で金メダルを得たのは誰かということは誰も覚えてないんですけど、なぜか日本中の多くの人が、まあ、あの方ぐらいの年齢の方になると今でもこの人のことを覚えてるんです。なぜかというと彼女はですね、競技の中で尻餅をついちゃったわけですね。しかもすごく簡単なその技の時にボンミスで尻餅をついちゃったんです。しかしその時に彼女がすごく晴れやかな笑顔で立ち上がって競技を続け、そして最後までやったんですね。でその笑顔が日本中の人を魅了してものすごい大人気になっちゃったんですね。で彼女はその後も日本に何回か来て、で CM とカルピスの CM とかにも出てね、もうね大人気だったらみたいですね。で今でもこの人のことをこう覚えている。しかも今の現在の、フィギュアスケートの選手も彼女のこの時の演、この時代の演技を見て勉強したりしてるんですよ。それくらい当時としてはものすごい技術を持ってた人なんですよね。でこの人がですね、まあもう長い時間経って40代か50代ぐらいになった時にニュースステーションにゲストとして出てたんですよ。お今は報道ステーションって言ってますけどね、久米宏さんがやってた時代のニュースステーション、私は高校生ぐらいでした。でその時にゲストとして来ていて、久米宏さんがいやーとか言いながらね、あの時はね本当に私も見てましたけど、あんな転んじゃったのになんであんな笑顔で立ち上がることができたんですかっていうふうに聞いたんです。そしたら彼女がそのニュースステーションで、それは私はあの時に日本中の人たちに神様の愛を伝えたいと思って演技をしていたからですって答えたんですよね。それを僕見てた。それでこの人クリスチャンかなと思ったらやっぱりクリスチャンだったんですよね。でね、このパワーフォーリビングという本があるんですけど、ここに彼女のその体験談、思いが綴られた、短い文章があって、ちょっと抜粋して話しますけど、1972年の札幌オリンピックに出場した私は金メダルを獲得したくてたまりませんでした。ところが規定の演技を終わった時点で4位であり、状況は絶望的となってしまいました。私は最後のフリーの演技をイエス様に捧げました。おで、その時の演技はあれから何年も経った今でも日本の方々の印象に残っているとのことです。結果としては金メダルではなく銅メダルだったのですが、あの時のフリーの演技のおかげでオリンピックの後も、様々なチャンスが与えられました。最近世界フィギュアスケート殿堂入りを果たした際、自分は
自らを輝かしく見せるためにフィギュアスケートをしていたのではなく、主であるイエス・キリストに栄光を返しするためにスケートをしたのだとお話ししました。私の演技でファンの皆さんがご覧になった愛と清純さは私から出たものではなく、イエス様のそれだったのだとも伝えました。イエス様は私の生涯を通して私を導き、生きる目的を与えてくださいました。私が弱くなった時には力をくださり、強くしてくださいました。心が打ち砕かれた時には希望をくださいました。そして競技生活から引退し、観衆の歓声が聞けなくなり、スタンディングオベーションが見られなくなった後も、ずっと私はイエス様の愛を支えとしてきました。イエス様の愛は永遠に続く愛なのです、というふうに証しをしていますね。で、別のですね、ニュースかなんかの英語のインタビューで、彼女はあの時の銅メダルをもし金メダルに変えれるなら、今からでも金メダルに変えたいと思いますかっていう質問を受けてたんですよ。いやらしいね。いやらしい質問 で彼女がですね、その晩年になって答えて、晩年ってほど晩年じゃないけど、まだ生きてるしね、これぐらいの、さっきぐらいの年になって答えてたのは、そのオリンピックから15年ぐらい経った時にまた日本に行って、であるホテルにチェックインしたんですって。でその時にある女性から手紙を渡されたっていうんですね。でその手紙の内容は、その手紙の本人が実は自殺を考えていました。だけどあなたの演技を見て、そしてあなたが語ったあの希望の話を聞いて、私は自殺をやめたんですっていうふうに書いてあった。でジャネット・リンさんは、このようなことは金メダルなんかとは比べ物にならないくらい光栄なことですっていうふうに語ってましたね。彼女は金メダルも得ることができなかったし、ついでに言えば自分の納得のいくパフォーマンスさえできなかったわけですよ。だけど彼女ははつらつとした笑顔で演技を終わることができた。なぜか、それは彼女のその滑る目的が全く違うところにあったからです。それは彼女が自分の栄冠ではなく、神の栄光、神のために、イエス様のために滑ろうという、そういう動機で滑っていたので、失敗とかあるいは結果が伴わないということによって動じることがなくなっていたということです。最後に、この御言葉を読みたいと思いますが、この御言葉はですね、イエス様の例え話で、これも有名な例え話で、タラントの例えっていうんですけど、まあ、全部は今見せてないですが、イエス様がこういう話をしました。ある人が旅に出るときに、3人のしもべにそれぞれ、まあ、お金を渡していくんですね。で、あるしもべはその与えられたお金を最大限に使って主人のためにそれをこう増やしていくわけです。でまた別のしもべも、与えられたお金はもっと少なかったけど、また全力でそれを主人のために増やしましたというふうに主人が帰ってきた時に言うわけです。しかし3人目のしもべは、いや私は何もしませんでした、土に埋めてましたっていうふうに言うわけですね。でこの言葉は、その主人がその全力で主人のために与えられたものを用いたしもべに語った言葉です。よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。これが私たちがイエス様のために精一杯生きるときに、天に行ったときに与えられるその言葉であり、また報酬であります。私は天に行った時にイエス様に、よくやった良い忠実なしもべだったねっていうふうに言われるように生きたい。皆さんはいかがですか。お祈りします。愛する天の父様、いろいろな生き方があります。自分らしさを求める、栄冠を求める、それも悪くないでしょう。悪くないとは思いますが、しかし私たちにはさらに良い生き方があると聖書は言っています。それは私たち自身の栄冠ではなくて、
神様の栄光が現れるように、自分に与えられたものを通して神様の皆が褒めると与えられるようにという、そういう動機、そういう目標を持って生きる。その時にもはや人からの評価とか人との比較とかそういったものに縛られず、自分らしく生きることができ、そして失敗したとしてもそれでも神様が共にいてくださるということによって、いつも喜びと慰めを受けることができる、そういう人生を私たち一人一人が歩むことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。